はい、再度するよっていうのは、それでは、定例記者会見の読み上げを行いたいと思いますが、まず、災害対策本部の報告を先に行いたいと思います。県では昨日8月8日、14時をもって災害対策本部を設置し、災害対応に当たってまいりました。8月9日、午前8時時点の被害状況につきましては、人的被害は鉄塔根設疑いの重傷者お二人、那覇市お一人、宜野湾市お一人、軽傷者お二人、宮古島市お一人、石垣市お一人、住家被害は、水タンク建物相当の一部損壊の扱いが那覇市で1件、非住家被害、これは店舗だそうですが、トタン屋根が剥がれたとの反壊が宮古島市で1件、被害報告があります。なお、土木農林水産部門関連の被害調査はこれから行うこととしております。停電については、午前8時時点で1万5000トリ50戸が停電となっております。内訳は宮古地方で1万4200戸、八重山地方で850戸となっており、沖縄電力では暴風雨が収まるのを待ち、復旧に当たるとしております。引き続き、宮古八重山地域の調査に当たるとともに、市町村、消防、警察等の関係機関とも連携し、今後の被害状況の把握に努めてまいります。最後に私から県民の皆様および観光などで来られていらっしゃる皆様にお願いがございます。台風はまだ近い位置にあり、海は大しけの状態が続いています。不要不急な外出は控え、港や海岸等危険な場所には近づかないでください。なお、海岸では、予期せぬ大波が来ることもありますので、全に近づくことのないよう、お願いしたいと思います。引き続き沖縄気象台が発表する気象情報および各自治体が発表する避難情報などに十分注意していただきますようお願いいたします。それでは、災害対策本部からの報告は以上ですが、本日16時15分第2回の、災害対策本部を開催する予定でございます。発表項目を読み上げたいと思います。平成28年度県民経済計算の向上についてご報告いたします。お手元の平成28年度県民経済計算の概要ダイジェスト版をご覧ください。県内総生産は名目で4兆2820億円前年度比で1710億円率にして 4.2% の増加となっています。主な要因としては住宅着工件数や公共工事等の増加により建設業が 17.7% 増加したほか、入域観光客数の増加に伴い宿泊・飲食サービス業も対前年度比で 14.9% 増加したことにより平成27年度に引き続きプラス成長となっております。また1人当たり県民所得は227万3000円前年度比で12万円率にして 5.6% の増加となりました。全国を100とした時の所得水準は 73.8 と前年度からは 3.6 ポイント縮小しています。次に2ページ目の参考資料をご覧ください。平成28年度以降も観光分野を中心に県経済は好調に推移しております。県としては沖縄経済の持続的発展と県民所得のさらなる増加に向け、産業界をはじめ関係機関と連携を密にしつつ、各分野が抱える政策課題の解決に全力で取り組んでまいります。平成28年度の県民経済計算に関する、私からの説明は以上となりますが、本日お送りいたしました平成28年度県民経済計算の概要を詳しくまとめておりますのでご覧いただき、もしご質問等があれば担当課までご確認いただければと思いますので、よろしくお願いします。次に行政視察についてご報告いたします。先週の8月1日から3日まで知事就任後初めて八重山を訪問しました。それに先立ち1日は東京でモノレール産業化にかかる概算要求に向けての要請を菅官房長官や宮越沖縄担当大臣に行った後、空路で直接石垣市に入りました。夜に空港到着後、県離島振興協議会主催の救急患者3000回空輸謝恩会に出席し、第11管区海上保安本部石垣航空基地の隊員の皆様の
日頃からの努力と働きに対し、県民を代表して、新人からの謝意を述べました。翌日には石垣海上保安本部及び石垣航空基地を訪問し、領海警備や休艦輸送など日頃の活動について説明を受け、意見交換を行ってまいりました。また翌2日、3日の2日間の日程で与那国町の行政視察を行いました。行政視察としては平成20年以来11年ぶりの訪問となりました。現地では今年5月の大雨で被害を受けた箇所の状況を視察したほか、島内各所を見せていただき、町や町内各種団体の代表者との意見交換会に参加をいたしました。多賀部川河川の改修及び周辺整備促進の早期実現、工場搬入後の未処理サトウキビ原料の価格補填に対する支援、備え港を利用する小型船舶等の経由施設の整備等について地元から要望があり、これらについて意見交換をさせていただきました。現場視察では町社会福祉協議会のミニベリーサービスを訪問し、通所しているお年寄りの皆様とルナムヌイ、与那国の島言葉でのラジオ体操など一緒に体を動かし交流を深めさせていただきました。また町営学習 塾では小学6年生の遠隔授業を見学させてもらいました。離島の与那国島にあっても IT を活用することにより現役東大生によるトップレベルの学習機会を得られていることに感動いたしました。その他、町名加工処理施設、与那国町漁協、陸上自衛隊の駐屯地、日本最西端の地の入崎などを訪問いたしました。短い日程ではありましたが、大変充実した行政視察になったと考えております。今後とも多くの離島地域や過疎地域を視察して実情を把握に努めるとともに、課題解決、振興発展に取り組んでいきたいと考えております。次に熱中症の予防についてを、申し上げたいと思います。沖縄県では県民や観光客などの健康管理に資することを目的として、6月から9月までの間、県内23定点医療機関の協力のもと、週ごとの熱中症発生状況を取りまとめています。8月3日までの熱中症発生状況は379人となっており、7月3週目には農作業中であった高齢者の死亡例が発生しています。熱中症は声かけで防ぐことができます。第一に こまめな水分補給、たくさん汗をかくときは水分と塩分を補給しましょう。声かけの第二は炎天下を避けるです。声かけの第三は風通しをよくすることです。室内でも油断は禁物です。エアコン、扇風機などを利用して室内に熱がこもらないように気をつけてください。声かけ、最後の健康管理の徹底です。睡眠、栄養はしっかりとるようにしてください。もしめまい、立ちくらみ、頭痛などおかしいなと感じたら、涼しい環境へ避難をし、衣服を緩めるなどをしていただき、水分や塩分を補給するなどの対応をとってください。予防応急処置の詳しい方法については別添資料をご参照ください。沖縄県では熱中症予防のポスターの掲示やチラシの配布、沖縄観光安心安全ガイドへの多言語での掲載、ラジオや CM などを通して引き続き声かけを行い、熱中症予防に向けて取り組んでまいりたいと思います。打足ですが、私も先日来、ちょっと足の指がこう硬直する、いわゆるガラスまがいと言いますけれども、その症状をよく起こすようになり、しょっちゅう足をマッサージしておりましたが、ある方に相談したら、それは熱中症の一番最初の初期症状だと、注意を受けました。以来、塩分、水分と、室内などでは塩分のタブレットを摂取するようにして、こまめに水分補給を心がけているというところでございます。夏休み期間中の県のイベントについて、読み上げたいと思います。沖縄県では夏休み期間中、さまざまなイベントを実施しています。沖縄戦について調べる夏休み自由研究企画展や、9月10日下水道の日の関連イベントとして、普段は見ることのできない西原浄化センターを見学する水プリンワクワク見学会や、植物や化石の標本作り、サバイバルキャンプやサンゴの海中観察などを実施いたします。首里城公園では夏休み体験イベントが開催されており、特に
8月19日月曜日から25日日曜日まで県民の皆さんは入場料金が約2割引きとなります。なお70歳以上の方は年間を通して無料となっております。このようなイベントを通して子どもたちが沖縄の芸術、文化、自然や環境、平和、歴史などについて楽しみながら広く学ぶことができます。夏休みも後半に入ります。児童生徒の皆さんには多くの経験をして事故や怪我のないよう元気に過ごしていただきたいと思います。各イベントの詳細は、記者の皆さんにはお手元の配布資料、そして県民の皆さんには沖縄県の公式ホームページなどもご参照いただければと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございます。はい、それでは質疑に入りたいと思います。発表事項、トライブの発表事項に関しまして、質疑になります。まず検討に関してお願いします。県内幹事長 NHK の高井です。よろしくお願いします。はい、夏休み期間 のイベントの関連でお伺いしました。はい、先ほどの県民経済生産の報告にあった観光面とも絡みますが、夏休みの廃止分、観光の廃止分を迎えた中で日韓関係の悪化によって韓国からの観光客のキャンセルなどが出ていると聞いています。県として情報をどのように把握して、また受け止めていらっしゃるか聞かせてください。また民間企業と連携しての関係の2つが直接の働き方など何か対策を講じるお考えがあるかどうかもお聞かせください。はい、日韓関係の悪化による観光客への影響についてですが、航空会社や旅行会社からの情報収集を通して韓国からの予約のキャンセルや、新規予約の人の場所を見るなど沖縄観光に影響が出始めていると強調しております。航空便については一部で減便やそれから運休が発表されているものの、これは一時的な措置だということであり、航空会社はいずれ再開したいと言っているというふうに聞いております。県では情報収集を強化し、航空会社、旅行会社、宿泊事業者、沖縄観光関連事業とも関係者と連携して、連携を密にして対応策を検討してまいりますが、8月1日観光の日に韓国を含む海外からの観光客に対して歓迎の日を表すために、那覇空港国際線到着日において歓迎イベントを実施するとともに、SNS を通して、歓迎のコメントを、韓国語を含む英語、中国語、タイ語など多言語で、発信をしております。県としては今後の動向を注視しつつ、観光をはじめとする、地域間の流行交流については変わらずに進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。では県外管理者の日本経済新聞です。日本経済新聞です。石垣訪問の先ほど発表がありましたけど、石垣市に関してはですね、尖閣諸島周辺を航行する中国公船に関して知事が、中国公船が、ね、周辺海域をパトロールしていることもあるので行為に刺激をするようなことは控えなければならないと発言され、それに抗議決議をしてですね、知事はその後に発言を撤回するということがありました。今回の石垣訪問で尖閣問題と住民の不安を取り除くためにどのような取り組みをされたのでしょうか。します。はい、私は与那国町の視察に先立ち、第11管区海上保安本部石垣航空基地の緊急管理3000回、空輸者本会に出席するために、その前日のように石垣に入らせていただきました。その翌日ですが、石垣海上保安本部を訪問させていただいて、関西本部長から尖閣諸島周辺海域における領海警備の状況の話を伺うとともに、尖閣官をさせていただいております。沖縄県の尖閣諸島に関する日本政府の見解を支持するものであり、これまでも尖閣諸島が歴史的にも国際法上の日本固有の領土であること、それを国際社会へ明確に示すことを重ねてお願いしています。さらに冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善を図ること、また尖閣諸島周辺の領海、排他的経済水域における安全確保等について関係国の動きを注視しながら適切に対応することについて非常に調整をしているところです。尖閣諸島を巡る問題につきましては、やはり平和的な外交対話を通じて一日も早い解決が得られるよう日本中国の両政府に全力を尽くしてもらいたいと考えておりますし、海外の皆さんの日夜それをしっかりと、
修理に当たっているということで、ね、ご説明させていただきながら、話を聞かせていただきます。それではその他の社の皆さん、ご質問ございますでしょうか。朝日新聞の伊藤です。日韓関係の悪化に対する影響についての関連なんですが、今回の悪化の原因として、日本、韓国両政府の対応が、元々の原因だと考えられますが、県知事として、両国政府、特に日本政府に対してどのようなことを求めるかお考えをお伝えください。国と国との、経済や外交に関する問題に関しては、それは、国の方針を注視していくということになると思います。他方で、沖縄県が、独自でできる、自治体外交、つまり民間交流ですとか、文化交流ですとか、そういう交流事業については、私たちは変わらずに進めていき、その民間交流の礎はしっかりと、守っておきたい、気づいておきたいというふうに考えております。他にご質問ございますでしょうか。発表事項に関連しましてご質問ございますか。よろしいでしょうか。ショッピング新報の設計新報の名前です。また県民経済計算に関連してなんですけれども、やっぱり全国の7割程度の所得にとどまっているということで、今後、労働の向上ですとか、企業の生産性向上ですとか、産業構造を変えることですとか、いろいろこの改善策を言われているところはあると思うんですが、政府として最もその県民所得を上げていくために重要な施策は何だと思いますか。この県内経済、県民経済計算の向上の、元々にありますグラフを見ていただくと分かるかと思うんですが、全国の伸び率と沖縄の伸び率が、沖縄の伸び率の方で非常に、成果を上げているというふうに思います。他方、観光関連の影響についてはですね、若干県民の中にも、その、実感が乏しいというふうなことも、私たちの調査でも一人ずつそれが分かってきておりますので、県民が実感できるその取り組みを今後どのように進めていくかということについて、各部局としっかりと調査検討してまいりたいというふうに思います。他にご質問ございますでしょうか。発表事項に関してよろしいでしょうか。それではその他発表事項以外のご質問がございましたらお願いします。まず県内関係者の NHK さんお願いします。NHK の坂井です。来年度のですね、概算要求の関連でお伺いします。来年度の概算要求で沖縄振興予算について3500億円規模を確保するようにという根拠で予定されていらっしゃってましたが、一括交付金が年々大きく減少していくことについての影響と原因をこれをどう捉えていらっしゃいますでしょうか。また地域型経済の構築というのも掲げていらっしゃる中で、地方補助金の今後の位置づけについてどうお考えでしょうか。内閣府一括給付予算の要請を去る8月5日から3日にかけて、津田官房長官や宮越内閣府沖縄担当大臣などに、関係条例要請をさせていただきましたが、これまで内閣府からは一括交付金の予算額については、継続事業の見通し、および新規事業の水準を考えし、積算したというふうに伺っているんですが、県としては、この国が使途を定めている直轄事業などを優先して積み上げて3000億円台の範囲内で沖縄振興一括交付金を計上した結果、年々減額となってきたというふうに受け止めています。ですから、その結果、新規事業や新規箇所の抑制や先送り、あるいは、事業期間の長期化など一定の影響が生じているということは言わざるを得ません。特に市町村事業への影響が深刻なことから、県としては、令和元年度の予算計上にあたってできる限り市町村事業は優先的に、この一括交付金の予算も配分させていただいたことではあるんですが、あらゆる分野で、計画的な事業展開に影響が出ているという深刻な意見が市町村から上がっているのも事実なんですね。
ですから、今回の要請では、年々予算が減少している沖縄振興一括交付金を含む地方向け補助金の所要額の確保に向けて、この、要求可能額、いろいろ積み上げていくと、ここまで予算が、要求可能であるという、その要求可能額を、最大限活用した形として、総額3500億円規模の予算、その、予算は、沖縄振興特別推進交付金およびソフト交付金が800億円規模、沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金が1000億円規模を活用することなどを強く求めてまいりました。県としては、そのような市町村や関係団体の意見もしっかり尊重し、そしてそれらの方々と連携して、実質型経済の構築に向けて、令和2年度の沖縄振興予算においては、国が実施する直轄事業と沖縄県及び市町村の自主性を発揮させる沖縄振興一括交付金など、地方向け補助金の双方を確保して、効果的に政策を展開したいと考えています。そのため、要求可能額を最大限活用した形で、今回は要請をさせていただいたというところであります。では県外幹事社の日本経済新聞です。日本経済新聞です。昨日ですね、万国診療会議と基地問題の会議がですね、第2回の会合が開かれました。委員の方からはですね、今後その報告書といったようなものの作成もですね、念頭において作業を進めるという意識が示されましたが、改めて知事としてですね、この会議をどう活用するのか、報告書を見てください。はい。昨日第2回米軍基地問題に関する万国診療会議を開催いたしましたが、今回から、慶応義塾大学の末谷義秀先生に新たに委員に就任させていただきました。日本のスーパーガイドとかさまざまなその、第2回戦以降の、約70年間にわたる日本の外交と、そして日米中の関係、あるいは東南アジア中国との関係など非常に幅広く外交安全保障に精通していらっしゃるということから、委員に、お願いしたところ、開拓をいただいたということで、参加をしていただきました。会議では、昨日の会議では、辺野古の軟弱地盤の問題、それから、米国の国防権限法案に関する動きに対する県の対応、上院会議それぞれの、発表がなされ、これから進化されていく中で、県がどのように対応していくのかというふうなことに関するご意見、それから、地域の戦略的な変化、まあ、地域というのはアジアの地域ですね、その地域の戦略的な変化が沖縄の基地に及ぼす影響などについて意見交換されたというふうに報告を受けています。次回の会議以降、本会議のテーマである在留沖米軍基地の整備縮小に関する私への報告に向けて議論を行っていきたいということも伺っております。委員の皆様におかれては引き続き積極的な議論もお願いしたいと考えております。昨日のその記者会見のなんかでも、特に私がブリーフィングで、出ていたのは野添副委員長が、昨日委員長の柳沢委員長の飛行機が台風の影響で、沖縄に降りられず引き返してしまったために、副委員長野添副委員長が、代表していただいたということなんですが、辺野古の軟弱地盤の問題、この問題についてより広く議論がなされるべきと、それからアメリカの国防権限法に関する動き、東アジア地域の戦略的な変化、そして日本全国で、このような議論が共有されるべきであるという点、辺野古移設というのは合理的なのか、経済的な面から、あるいは実現可能性ということからも合理的なのか、などの議論を深めていくということが大切であるということも話し合われたというふうにご意見の報告を受けております。ですから、そのような点からも、今後の在留米軍基地の整備・縮小に向けて、どのような議論が、行われていくかということをしっかり、見守りたいと思います。はい、では、その他の社の皆さん、ご質問されたいです。沖縄大臣の山本です。8月13日は帰国代表ですね、飛行機墜落事故から15年を迎えるんですが、この件についてちょっと2点をお聞きしたいんですが、当時ですね、15年前、知事は沖縄市議だったと思うんですが、その事故の一報を受けてですね、どのような感想を持って、まあ、普天間問題がどう動くと、まあ、予想されたかというのを1点お聞きしたいです。その時私は実は県外出張に出て
いる、まあ、移動の途中でした。午後に、私の友人から北極大に自転車が兵を連れてきたという一報を聞いて、メールで届いて、それからずっと移動中も、例えば街頭のテレビですとか、あるいは、食事で入った、お店でのテレビですとか、いろんなその媒体に注目していたんですが、あの時は多分オリンピックが開催されていて、オリンピックの話題が中心だったかなというふうに記憶しています。なかなかそのヘリの墜落の問題が出てきませんでした。私が夜見た、これは NHK さんのニュースだと思うんですが、沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落したというニュースが出てきたのは4番目か5番目ぐらいだったんじゃないかと思います。その時に非常に私、少し戦慄を覚えました。米軍ヘリが墜落する恐怖、危険を県民は常にそれを背負わされていたことが、ついに図らずも起こってしまったということについて、そのニュースを最優先するべきではないかということもあり、それから後のニュースの状況について、翌日の新聞ですとか、報道についても、非常に私は気になって、それをずっと機会を得ることに、ラジオとかテレビを落ちていたんですが、やはりなかなか流れてこなかったんですね。で、都合、私はもう沖縄に電話をして、どうなってるんだというふうな話を聞きましたが、やはり米軍が、警戒線を引いて、今の警察も消防も入れないと。その時には、宜野湾市長も現場に立ち入れないというような状況を聞き、地域協定の壁がやはり非常に厚く、それが沖縄県民や日本国民にとって最大の障害だということを非常に、まあ、強い印象に残ったということを記憶しています。まあ、その2004年の事故をきっかけにですね、その5年、2005年、2006年の その米軍製品協議の中でですね、普天間問題が訴訟に上って、その、まあ、返還するということが一番大事なはずがですね、まあ、辺野古に移設するということをですね、まあ、その丁寧な議論なしにですね、進めた結果、まあ、V 字型滑走路を作るという結論に至ってですね、まあ、その後、その民主党政権の迷走もあったんですが、まあ、オスプレイの配備だとかっていうことが進んでいく中で、15年経っても、まあ、普天間が返還されていないと。まあ、この15年 の、 あの経緯を振り返ってですね、まあ、今の普天間問題が、まあ、動かない現状、危険性が沖縄に残っている現状をどう捉えていくか。私がまあ正直に申し上げると、世界一危険だと言われている普天間飛行場は、一日も早い運用停止と閉鎖返還のその道のりをたどるべきであると、そのためには我々はいろいろ解決策を政府に対して求め続けているという、その民主主義の姿勢を、これからも沖縄県としては求めたいと思います。我々の試算によると、2兆5500億円かかる辺野古の新規建設の、費用の問題、そして、我々が、取り正した結果、後になって、明らかになった軟弱地盤の問題、そしてそれのこういう水面の建物にかかる、さまざまなその問題等、そういう法律に照らして、我々はこの計画、埋め立て処理を撤回したという経緯に至っております。で、その事実に基づいて、これからも普天間基地は一日も早く運用停止をし、閉鎖返還への道のりを探るべきだということを改めて政府には強く求めてまいりたいというふうに思います。そろそろお時間ですので、あと1問とさせていただきたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。立憲放送の柳です。第三要件に関連してなんですけれども、今回また昨年に続いて町村会長を従えて、それから今回に至っては市町村の事業に遅れを取っているという現状を示した資料も添付しての要求になったかと思うんですけれども、この新たな添付された資料について、関係閣僚からのリアクションがあったのか、それからその手応え、知事条例に関しているのか、はい、県経済が非常に好調な、その経緯についてもご説明をさせていただき、これは広くやはり一括交付金や、税の軽減策などが効果的に現れている調査であるというお話をさせていただきながら、しかし他方、市町村では、
独自の新規事業や、あるいはそれぞれの市町村の状況に合わせた、予算を的確に執行するために必要な活動金が計画されていることの影響は大きいというお話をさせていただきました。そのことについては、ある一定理解をしていただけたものと思います。それに従っての今回の速報金800億円、ハード報金1000億円規模を含めた3500億という委託する概算要求をさせていただいたことについては、これからこの予算に関するさまざまな協議が行われていくでありましょうから、私としてはさらに重ねて要請をしていきたいと思いますし、その政府の動向についても注視をしてまいりたいと思います。はい、お時間となりましたので、これで本日の定例記者会見を終わります。ありがとうございました。2名連絡ありがとうございました。